よち妻のパーソナル TV ステーション。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。ポエムと歌の中間だって、間だってで行ってみよう。詩を紹介いたします。来週はもう10月です。新しく始まるテレビドラマが終われば、もう今年も終わってしまいます。そんな中で考えた詩でございます。気がつかない優しさ、作詞、よち妻。夜寝ようとして洗面所の電気を消そうとしたら窓の外にヤモリがへまりついていて、窓明かりに飛び込んでくる顔、待ち構えていた。洗面所の電気を消さずにその夜は寝た。優しさに包まれたような気分の中でこの夜の向こうの一段と一粒ずつ深くなって行く秋へ、今の僕が流れていく。そんな今の僕のことを未来に出会う人が想像してその優しさに包まれよう。今の僕が気がつかない君の優しさに。よち妻のパーソナル TV ステーション。アンディ・カフミンのオンチーズ TV ショー。